天気が良くて嬉しいです。とっても。この地層はどうやってできたのかっていうと、実はね、ここに火山灰、海の中に漂って、やがて重いが沈みます。観光とかに興味があって、でなんかこういうのって一度経験するだけで結構なんか他のツアーとかも参加、ただ参加するだけと考え方が変わると思うんですけど。河津下田道路の方の、今日紹介の方させていただきたいです。こういうあの工事現場の方がこういう思いであの作ってらっしゃるんだなっていうことが分かって、とてもいい研究になりました。そうですね、なんか普段の普通のツアーではなかなか行けないような場所なので、今回この大学生のために、協力してくださったっていうところで、あの地域の、課題とかを考える上ではすごいいい学びになったなと思います。なんか割と1日目いい感じですよね。いや、そういう思いで、このお寺でそのプロジェクションマッピングを行って、たくさん、ご来場者をね集めてまいりました。お宿には吉田松陰さんがあのお兄さんに手紙を出してくださいと頼みに来たっていうあの言われもあります。テーマこれお花です。見えますよお花に。そうそう、その高さです。おすごい、海が青いのがすごい伝わってくるし、自然がいっぱいですごいです。真ん中折り返しましたけど、いいですか、若旅。はい、めっちゃいいです。本当に楽しいですよ。貸してあげてください。めっちゃ楽しいですね。あえてビーズを使ってない。こんな感じで。今の鴨地域の印象としては、涼しくて雄大で、すごい大きい場所なんだけど、そこに住んでいる人たちはちゃんとそのコミュニティがあって、なんか
私たちと のつながりっていうのも今できてるんじゃないかなと思って、そこが嬉しいと思います。嬉しいです。カモンいいかも。